えー、今日のコメンテーターは大阪日日新聞記者でジャーナリストの藍澤富之さんと一緒にお送りしていきます、えー、改めて藍沢さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はいえー、まずこのニュースをお伝えします大阪府休業を応じない店好評へ朝日新聞からです 大阪府の吉村知事は昨日、新型コロナウイルスの緊急事態宣言を受けた府の休業要請に応じず営業を続けている店舗の名前を今日にも公表する考えを明らかにしました。 政府が昨日策定したガイドラインに基づく手続きとなりパチンコ店などが対象となりそうですはい、えー、これ国が後手後手になっているという批判は随分されてるんですがあの47都道府県それぞれの知事たちのこう役割っていうのは非常に重要視されてるしこのリーダーシップって言うんですかね権威力っていうのは随分こう濃淡があるなっていう感じはするんですが特にあの 相澤さんの本拠である大阪の吉村知事ですね、あのいろんなことをこう打ち出している中で、今回、要請してもなかなかこう営業をうやめてくれないパチンコ店で、政府が昨日策定したガイドラインに基づく手続きで、パチンコ店などを、まあ、営業を続けた場合、公表しようという動きになっていますが、これは、相澤さん、どうですか。 いやさすがやっぱり大阪で強い維新、うんあの、よく大阪の人の特性分かってるなと思って、<う>これ、宣伝ですよね、宣伝あだって、あのー、パチンコ好きな人って、毎朝パチンコ店の前、ずっと開店前に並んでますよね、はい、で多分あのー、パチンコ店閉まってたら、うん、え、どこ履いてるのってみんな思ってると思うんですよ、うん、そしたらそこにね、いやいや、ここ履いてますよって教えてあげるわけですから。はい 多分あの公表されたお店に多分集中すると思いますよ、わーっと、れはあのまあ3密には反しますけども、も多分あのパチンコ好きな人はあのむしパ3密よりもパチンコ好きだから、あの当然、ねだからあの公表するっていうのは、これは宣伝であると、逆にね、皆さん、府民の皆さん、ここが営業してます、どうぞ楽しんでくださいと、こういう趣旨なんだろうと思います。 まあ本来はあれですよね、あのこうやって名前公表して、名前が出ることによって、あまり芳しくないということで、自粛するっていうことをまあ本来求めるんでしょうけども、逆効果になっちゃう可能性もあるってことです、ね、いうかね、自粛ってのは文字通り、自ら慎むことなんですよね。<laughs> お店の方が今はもうちょっとこういうご時世ですから営業しませんと自ら考えて営業しないこれが自粛ですけど人に言われてやるのは自粛じゃないんですよねそれは結局形を変えた強制なんですよねであの店名公表がもし罰則つまりあのこいつらまだ営業してるぞっていういわば晒し物にしてその晒し物にしただけでは実は全然効果ないんですよ晒し物にされた時にそこに批判がわーっときてね炎上するから こ晒し物にする効果がある。だからそれが怖くてね、営業しなくなるっていうのは、それは、えー、自ら決めたように見えて全然自ら決めてない。社会の圧力であのー、閉店させられるわけですから、全然自粛じゃないんですよね。で本来強制されてやることは当然保証が必要です。あのー、本来営業すれば得られる。 収入が入がってここななないいいわけけですからそこを保証しなきゃいけないだけど、うん、保証したくないから強制はしないんですよ、うん、その代わりこういう形でこう自分でも店を閉めざるを得ないようにこう持っていくっていうのは、ね、ある種、卑怯なやり方で、それと戦争中にね、うん、欲しがりません、数まではって言って贅沢を許さなかった、うん、それと似てるんじゃないかなと思うんですよね。うん 強制はしないだけど、社会全体の空気としてみんなであのこ,うこいつらこんなことやってるって,ってこう、うん、あの指、ー、南することによって、うん、萎縮効果を狙ってるわけですよね、うん、それはあのー、本来、あの民主国家にあるまじきことで、あのさっきあのー、官邸の金正恩って話しましたけど、うん、北朝鮮のこと、も僕ら笑えないんじゃないかと思うんですよね。 結構、今の状況っていうのは国民に強制はしないけども、えー、要請するという形このことについて後で随分とこう反省しなきゃいけない点があるんじゃないか禍根を残すんじゃないかって言われるのがあのそれそういうこそ相澤さんがおっしゃった非国民とかこういうことに協力しないお前はダメだっていうことになってしまう。このこのうういう空気 っていうのがこのあと残った場合やたらまた窮屈なんじゃないかっていう話もありますいっそのこと法制化して次元立法して何年何月まで強制力を持た持たせますよという法律を立法した方がよっぽどいいんじゃないかっていう声もあるんですがそれはねだから一つの考え方として、えー、今これだけの緊急事態だから感染予防防御のために、はい、あの店はもう営業してはならないと法律で決めるならね。それは あの民主主義の手続きにのっとって決めてるわけですから、あの一つの考え方だと思うんですよ、うん、その国会でちゃんと通ってね、はい、立法されるなら、だけど当然そうなると強制的に営業をさせないわけですから、うん、さっきも言いましたように保証しなきゃ絶対いけませんよね、はい、だから保証したくないから、はい、あのー、強制はしない、うん、だけど事実上やめざるをえなくするっていうのが一番卑怯なやり方で、うん、でこれは、ね、戦争中と同じなんですよ。うん、日本はあのー 強制的に徴兵してね戦場にやったいわゆる兵士、うん、軍人についてはあのー、保証してます、うん、だけど一般の空襲なんかで被害を受けた人全く保証してませんこれ戦争なんだから、うん、みんな被害に遭ったんだから仕方ないって言ってるんだけどいやいやその戦争を始めたの誰みたいな話なんですけど、まあ、そういうことになってるのと実は全く同じでつまりあの同じことを繰り返すってねあのおっしゃいましたけどまさにそうなんですよ実は75年前と同じことを僕らはまた繰り返してると、うん あのコロナはね戦争に例える人、よくいますけど本当にこれ戦争になっててその戦争を遂行するときに同じことやってるわ、じゃあ75年前に日本は欲しがりません勝つまでや,やってね戦争を勝てたか、うん、負けてますよね、甚大な被害出して負けてるということはね、ね同じことやったらまたコロナにも負けますよ、だからコロナに勝とうと思ったら同じことを繰り返しちゃだめですよ、うん、と思います。あの 時のそのののそ失敗の中のいくつかその戦争の時ですよね、75年前、精神論だけは前に行って、精神論で勝つんだ、ところが今見てみても、なんかやっぱりどっかで精神論みたいなのを先走ってるところもあるし、だったら医学的、科学的根拠に基づいてやってる国も、お隣の台湾とか韓国はだいぶ進んでますよね、こちらの方がよ,より理にかなってるんじゃないかって声,声もありますけど、どうですか。 まあ僕ちょっとその諸外国がどうやったのか知りませんけどあのそもそもまあ震源地って言われてる中国がね当初武漢でもうすごい強制的にあの年やさしてまあ無理やり封じ込めたってまあ言われてますよね本当のところどんなあの封じ込められてるのかどうかも知りませんけどもし中国で封じ込めが成功したんだとしたらねそれはやっぱ強権でもってあの強制的に強制的にやったから多分うまくいったんですよねだから本当にやろうと思ったらそれを しななきゃいけなくて、うん、たら、それをやると場合には当然、責任が伴う、うん、だその責任を取りたくないから自粛っていう言葉を使っている、うん、これが僕は汚いと思うんですよ、うんはい、さて、週刊文春の方に行きましょうか、はいはい、森友事件をめぐる公文書改ざんを強いられ、自ら命を絶った財務省近畿財務局の赤木敏夫さん。 その赤木さんが残した遺書の内容を初めて明らかにした相沢さんの「週刊文春」の記事は大きな反響を呼びましたその反響の声今も大きくなっています記事を発表してからのその後の動きを伺います、えー、相沢さんに初めてお越しいただいた時にまに、あ、リスナーさんからの問い合わせが随分殺到しまして随分時間経ってますが今今日の時点でも 相沢さんがこうご出演されるっていうことで、まあ、文化放送にも問い合わせというかこの時相沢さんがおっしゃったのは総理官邸あるいは内閣府のホームページに声を届けることができますよと真実、えー、を明らかにしてくれっていうことで佳奈、まあ、ちゃんもそのメールを送ったっていう話です、ねはい、そういうことなんです今、その声を届けるにはどうすればいいんですかって問い合わせが今、非常に多いんですが相沢さん、どうですか。 まあそれはあの官邸の金正恩ががやりましょうって言ってくれれば多分すぐやるんだと思いますけど、<laughs> なかなかあの人たち、聞く耳ないですからね<ー>、ねだから官邸に届けるのはもちろんあの有効な一つの方法ではあるんですが、届けたからといって聞いてくれるとは限らない、えー、僕はねやっぱり今、有効だなと思ってるのはあの自民党、公明党、つまり与党ですね、はい、結局安倍政権は当然与党のに支えられて今、政権があるわけですから。 その与党の人たちもみんなそれぞれ選挙で選ばれて国会議員やってるわけですから、この自民、公明両党にねあの両党のホームページにちゃんとあのご意見募集の,あのページがあります、はい、え皆さん、声を寄せてくださいって彼ら書いてます、だからそこにねすぐにホームページさえ開ければすぐに書けます、であの赤木さんの奥さんの声に答えてくださいとえ再調査して真相解明してくださいっていうご意見をねうわー例えばあの今、赤木さんが再調査を求めるえ賛同、まあ あのキャンペーンサイトで募って、これ三十二万人賛同が来てるんですよ。三十二万人がね、事故のホームページに再調査してくださいって書き込んだらですよ。三十二万の背後には、物、えー、を言わぬけど、同じことを考えてる人がおそらく三百万、三千万といるわけですから。はい それはねものすごいあのやっぱり圧力になります、うん、あの選挙で選ばれてる人たちですから基本的にね、はいはい、で選挙に負けたら彼らただの人なのでだからあのこれは少しは真剣に考えるでしょうだから僕は一番効果的だと今思ってるのは時効、えー、両党に、えー、声を届けることじゃないかなというふうに思ってますそしてねここで大事なのはあの今までね森友ってねすごいこう あの清掃の具にされてきたんですよ、はい、安倍政権に対して、えー、支持するか支持しないかということで語られてるんだけどこれ本来おかしいんですよ、だってあれは問題の根源は国有地を8億円値引きしたことがいいのか悪いのかって話で値引き是か非かと政権是か非かは関係ないんですよ。よ、うん どんな政権であろうと、不当に国有地の値引きしちゃいけないわけで、だからあくまで国有地の値引きが税か非かが問題だったんですよね、ところが、あのー、その国有地に立つ小学校の名誉校長が安倍昭恵さんだったもんだから、なんかもうそれでもわーっとなっちゃったと。うんで 今回は、えー、そのわーとなっちゃった後に、えー、安倍さんがまあ関与していたら辞める発言があってであの公文書はもう残っていない発言があってあそれはまあ佐川さんですけどそ,れで、うん、その後に改ざんが始まってで改ざんさせられた人が、うん、まあ命を絶ったとでその命を絶った人の妻が夫はなぜ亡くならなきゃいけなかったのか、うんえー、財務省の調査報告では分からないだから真相解明のためにもう一遍第三者の、えー、調査をしてくださいとこうお願いしているわけですが。 これ考えたら、ね、むしろ安倍政権を支持する方にとっていいことだと思うんですよ、だって安倍政権を支持する方は当然、安倍さんは全く関与してない、安倍昭恵さんも関与してないと思っているわけですから、じゃあ関与してないことが再調査によってはっきりしたらむしろいいじゃないですか、すがすがしく、だから安倍政権を支持する方こそむしろね、これは再調査すべきだと、再調査して安倍さん身の潔白を証明してくださいっていうふうに、自公に訴えたほうがいいんじゃないかなと。で 今回、あの「週刊文春」に私書きました、あの奥さんの、えー、お兄さんとお母さんが出てきて、うん、証言してますけれども、お兄さんはね記事を読んだ方はおわかるい思いますけど、もうずっと自民党 C なんですよ、はい、地元であの加藤あの厚労大臣をずっと投票してるっていう、あのもう本当に筋金入りの自民党 C じゃない、はいで、今も自民党 C、これからも自民党 C って言ってる、そのお兄さんがね、妹の言うことをね、ないがしろにしてるのはねおかしいと。 今の政権の人は今まで戦後日本を作ってきた自民党の先輩方に対して申し訳ないことをしていると言っているわけですよ、筋金入りの自民党支持者がそう言っているわけですよ、だからやっぱその声に応えるのが、うん、あの本物の自民党支持者、本物の筋金入りの保守なんじゃないかなと思います。うん、さて、今、民事裁判が、えー、もう始まろうとしていると言っていいんですか。はい。えー、と、 提訴はしましまたで、はい、実際始まるのはあの初めてあの法廷でねあの、弁論開かれる、初弁論という。 それがまあいわゆる裁判が始まったになるんです今のところ5月27日が予定されています、はいまあ、このコロナ騒動もありますのでその辺の日程ちょっとまだ分からないしても始まることは始まると思うんですが今回また問題になっているのが、えー、赤木俊夫さんの奥様の仮の名前雅子さんが、えー、佐川さんそして国に対して1億千万でしたっけ1000万1億1千万ですね、はいえー、賠償をまあ請求しているということに対してこれがちょっとこう 問題になっているのはこれ賠償を飲んじゃって承認が出てこないんじゃないかっていう話になっていて当然、これ賠償金というのは国が支払うつまり我々の税金ですよね、これおかしいんじゃないかって声も上がってるんですが相沢さん、この辺のところちょっと教えてもらいますすそうですねあの1億1000万という金額はねかなりあの多めに計算してるんですよ。よつまり えと裁判の手続きで、あのー、法律用語で認諾とか権利自白という手続きがあるんですけどこれどういうことかというと、要するに、あのー、おっしゃる通り払いますと、満額払いますからって言って裁判を終わらせちゃうことです、はい、訴えられた側が。じゃあ、満額認めるならいいじゃんと普通は思いますけど、でもこの裁判はもう訴状の冒頭にも書いてありますよね、真相解明が目的でお金じゃないんですよ。うん、だから佐川さんをはじめあの えー、亡くなった年寄さんの式に実名で書いてある人たち全員証人で呼んで、うん、法廷で証言してもらって真相解明につなげようっていうのは狙いですからいきなり満額払うって言われて裁判を終わらされちゃったら目的達成できないんだから彼らは今、弁護団が一番警戒しているのは国が認諾してくるんじゃないか、権利自白してくるんじゃないか、うん、それで満額払うって言って、うん、あの裁判を終わらせちゃうんじゃないかと。はいで えー、そうさせないためにわざと、ね、高めの金額にしてるんですよ、うん、あの普通だったらあの亡くなった敏夫さん、大、ね、体いい、一出利益といって、彼が本来、えー、まだ命長らえてたら稼いだであろう金額を考えて、あのその分、保証してっていう金額があるわけですけど、それプラス、ね、あの亡くなった奥さんの受けた被害っていうのを加味して、うん、数千万上乗せして、それで1億1千万にしてる。だから普通はいいわば相場より高いので、うん 国は税金でこれ払うわけですから、そういう高いものを丸飲みしてはおかしいですよね、はいはい、だからこれは認諾させないための一つの方法なんですよ、うん、でもそれでもねやってくるかもしれないと、そうさせないためには、やっぱりこれも世論だと思うんですよね、あのー、なんかあのー、訴えられた金額丸飲みして裁判を終わらせるなんて、そんな卑怯なことはするなと、うん、ちゃんと法廷で証言しろ、証言させろと。 あのサンガーさんはもう辞めちゃいましたけど、それ以外の人はみんなまだ公務員です、国家公務員で働いてます、財務省、財務局で、彼らに権限でね、うん、お前、法廷出てあの証言してこいと、指示できるわけですから、うん、国はねだからちゃんとあの正々堂々証言させたらいいんですよ、関係してないんだったら、そういうふうに証言させたらいいんですよ、だからそれをやるべきだというふうに思います。でそれはね実はね実今あの それを考えている法律家の人がやっぱりいてあの別のキャンペーンサイトを立ち上げてるんですよ、よ、うん、つまり、えー、佐川さんを証言させようと法廷で、うん、つまりあの、認諾って難しい言葉は使ってませんけど、単、うんえー、的に言うとそういう手続きを国に取らせないように署名活動をしているサイトもありますので、うん、ぜひあの、えー、この赤木さんの,あの再調査してくださいサイトに署名してくれた方にはね、うんうん 三十二万人の方にはぜひこちらのサイト同じキャンペーンサイトでやってますからこちらにもぜひ賛同していただいて、えー、国に認託をさせないという圧力をですね、えー、加えていただけたらなと思いますそのキャンペーンサイトのアクセスはどのようにすればいいですかあのー、あれはあのチェンジ .org っていう、うん、あのー、有名な世界的なキャンペーンサイトでやってますでチェンジザトーク、ね、チェンジ .org ですねチェンジ .org っていうんですけど、はい、あのの日本版があるんですよ、はい、でそのチェンジ .org の日本版で あのやってますんチェンジ .org で検索すればすぐ出てきますんで,、はい、でその検索した中に、えー、多分ね佐川さんっていう言葉が冒頭にありましたんで、うん、佐川さんっていう言葉で検索すれば、うん、おそらくその。 えー、ページに行くと思います、えー、そしてやっぱり国会内でも、国会内というか、えー、与党である自民党、あるいは公明党のホームページにも声を寄せるという手段も一つありますそれが一番直接的で、ね、効果的だと僕は思っています、<っ>本来民主主義の手続き上、ねはいあの、ある意味一番まっとうなことで。 えー、有権者、国民、えー、もしくはこの国から全ての人々が声を上げて、うんえー、与党である自公に意見を言うのは誰でも自由なので先ほども言いましたように、あのー、自公が今多数を占めているということは <Holy S 2> ああのー、基本的には自民主、公明、支の方の方が多数を占めているはずなので、うん、その方々が、ね、いやこれ安倍さん,、ね、もうかん無関与を証明するためにぜひ再調査しましょうよとうう声を上げてくれたらね、うん それは支持者がそう言ったら大きいですよだからその、ぜひ、えー、自公を支持されている方安倍政権を支持されている方こそです、ね、再調査に賛同していただきたいと安倍さんの、えー、無実を証明するためにぜひ皆さんお願いしますと、はい、さああの今回あの「週刊文春」ほぼ毎週号のように相澤さんが文書を寄せています、その中にはもうあまりにもひどいという話もあるし驚くべきこともありましたけどもその中で、えー、財務省 で近畿財務局内部からの内部告発、いやもうこれ以上我慢できないという声が上がり始めている、これはねあの、赤木雅子さんがものすごく心強く持っていることで、やっぱり、ね、ずっと願ってたんですよ、誰か財務省、財務局の人が真相を語ってくれれば、自分は納得できるのに、それを誰も言ってくれないと。 誰か言ってくれないかと思ってたら、あのー、こういう形で少し出てきたわけですよね、はい、でいやいや実はねあ,のあなたの夫の死に関係ある人みんな異例の出世してますよっていうふうに教えてくれたんですよ、はい、それを見てね雅子さんはすごいびっくりして、はい、ええー、みんなもうあれに関与した人はみんな偉くならないって彼女は聞かされてたんですよ、うん、なのに逆なんですよねなってるじゃないのと、うん、おかしいじゃないのとだからそのうちの1人夫の上司だった人のところに会いに行ったわけですけども、うん あのそういうふうに、ね、あの少しずつでも、えー、財務省及び近畿財務局の心ある方が、ね、あの本当のことを内部で何が起きていたのか今、何が起きているのかということについて、あのー、あれは、ね、あの実はあの弁護士事務所とそれから私のところに届いているんですよ。はい だそういう形でこう届けてくれればあのそれをもとに我々きちんと調べますので、うんえー、ぜひあの情報を寄せていただければ赤木雅子さんの思いにも応えることになるとということです、うん、あの今回の例えば新型コロナウイルスにしてもこう厚生労働省とかあるいは、えー、今度一律10万円ですよねこれ財務省、経産省それから各地方自治体の公務員の方でものすごい今、疲弊している方もいらっしゃると思うんですよね。そそのの中でそのトッ があまりにもこういい加減というか右往左往しているのを見ていて不安にもなるけどふざけるなと思っている官僚公務員も多いと思うんですよ。こういう人たちが声を上げるっていう今そういう時期,時、えー、時期ではないにしてもこのままこの人たちの声をまあ見殺しにするのはないなと思うんですが相澤さんいいかかがですかいや本当にねあの赤木雅子さんもすごい心配してるのはね、うん、その 夫はいわばね、真相を言いたいのに、言う機会がないまま命を絶っちゃった、でも最後の最後に手記という形でね、はい、彼が知る真相を書き残したと。でね、あのー、おそらく彼の上司だった人たちとかね、関係した人たち、みんなそれなりに真相を知ってますね、例えば佐川さんは、えー、改ざんを指示した、どうして指示したの、誰にどうやって指示したのっていうことは、彼しか言えないんだけど、彼は何も言わない。 それから、えー、赤木敏夫さんに改ざんを直接やらせたのはその上司であると、えー、池田靖さんという人がいます、その上にクスさんでこの前奥さんが会いに行った人がいます、彼らはどういうふうに改ざんを指示されて、どんなふうに敏夫さんに伝えて、敏夫さんはその時抵抗したとううされてますけど、どういうふうに抵抗したのかとかね、そういうことは彼らしか喋れない、でも彼らも黙ってる、つまり黙ってるから、彼ら自身、すごい苦しいはずなんですよ。 本当のことが言えない言いたい、彼らだって言い分もあるでしょう、佐川さんだって言い分あると思いますよ、だけど言えない、だからすごく苦しいはずです、えー、その言えないのはなぜなのかって言ったら、それやっぱり組織の圧力ですよね、うん、佐川さんなんかもう組織辞めちゃったんで、ある意味、自由の身になってるんですけど、うん、それでも言わないのはやっぱり何かあるんでしょう、だからそういうことを考えると、ね、みんな言ってしまえばすごく楽になるのになと。うん、でで実はあの今までね政子さんも 言わわなかったわけですよ。うん、夫の死期があると、うん、本当はこういうことを世に訴えたいと思ってるるとずっと言わなかった、この夫の死から2年経ってやっと言う勇気ができていった、死期を公表し、裁判を起こし、自分の思いをメッセージを少しずつ出してます、そうすると、すごく楽になったっていうんですよ、<ー>でしかもそれを、ね、世の中の人がみんな受け止めてくれて、うん、いや、こんなひどいことがあったんですかってみんなその共感を寄せてくれる、これがすごい支えになってるる。で えー、昨日発売の GO で、ああのあの文春でね、この雅子さんのお母さんとお兄さんがあの証言してます、これはこれも初めてなんですよ、彼らも今までずっと言いたいことを黙って我慢してたんですね、でお母さんが今回出てきて、その財務省に鉄砲を持って乗り込みたいっていう,うなかなり熱い言葉を話してます、でね、あのーまあ、ちょっと熱すぎるんで、お母さん自身、これちょっと言い,言い過ぎかなと、あのー、ためらう部分もあったそうなんですけど、うん 実際、あのやってあの週刊誌に、ね、あの文字が踊って出てるのを見て、ね、はい、言ってよかったと、ずっと思ってることだから、思ってることを言って、すごく楽になったと、だからみんなそうなんですよ、あのー、本当のこと、思ってることをちゃんと言えれば、みんな楽になる、でそれを、ね、財務省や財務局の人もぜひ、ね、楽になりたいんだったら、それはもう言うしかないですよと、今の地位にこだわってね、自分の保身のために、 ずっと黙ってる、ずっと嘘つくよりも、もうそんなのね、所詮、組織やめたら終わっちゃう話ですから、いっぺんね、もうあの人間に立ち戻ってね、もう行っちゃおうというふうに、しかもそれ、真実なんだったら、言ってなんら恥じることないですよ。真実を言った人もし組織がね あのー、左遷するとかねそういうことするんならそっちの方がむしろ示段されることであってあのそそのこれがまあ内部通報って話ですけどぜひあのそういうふうにしていただけないかなという,ふうに思ってます。はい え今日は第4金曜日スペシャルコメンテーターということで、国丸ジャパン、極みには2度目、文化放送ではその他の番組にも、大竹さんのところにもね、ご出演いただいてますけれども、またぜひあのメディアで発信をしていただきたいと思います、あいさん、またぜひお越しいただければと思いますすみません、最後に一つだけ、実はですねこの放送が始まる直前、8時56分に、赤木雅子さんから LINE が来てるんですよ、はい、それちょっとあの本人の了解を得ましたんで、読みますね。 コンビニの帰りに知らないおばあちゃんがこのモミジの木は緑が綺麗やねと話しかけてくれましたこの時期の緑が燃える山を見るのが好きやった夫に下ばっかり見ないで木を見たり山を見たりして季節を楽しんでと言われているようでした世の、えー、中が少しずつ動き始めました夫も喜んでいると今朝なんとなく感じましたというコメントが来てます 響きますね。本 <laughs> 当ね。はい、相澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。